じわじわ来た。ああ、もうそれはね、中毒ですよ。俺はね、ぶっ飛んで面白い配信者じゃないけど、じわじわ来るタイプだよ。で、じわじわ来るから、じわじわ嫌いになるから、長いよ。一回好きになった人は離れないもんね。スルメみたいな男だからね。スルメ系配信者だから。せっかくさ、こう、収入上がってきたから、なんか始めたいよね、とか思って。ヤドリペンギンありがとう、みーママ。こんばんは。なんかそんな感じですよ。はい、ワード2。はい、ワドツー、コロンさん、トキさんワドツー。ね、ブロックをされる、ブロックをされてるとプロフィールページも見れないんだっけ？ブロックされてるとプロフィールページって見れない？ともるんありがとう。リュウさんこんばんは。あれどんな感じだったっけ？韓国には一回行ってみたいですね。行ったこと一回もないんですよ。韓国は未だに一回もないですね。ドレさん仲悪いですね、僕。もう嫌いです。
はい、マルキーニョス、アドツ。あ、そうなんだ。まあ、喋りが面白いから好きとかそういうわけじゃないからさ、普通にお付き合いできないっていう感じ、俺は。それだけよ。はい、バタフライテールはどつ。そうなんだよね、赤髪そろそろ染め直さないとなと思ってて、だいぶ色抜けてきたから。確かリアトツ？リアトツは俺いつも言ってるけど、外配信やってる時だったらいつでもいいよって言ってるのが一つで、電話トツだったらいつでも受けてるよ。電話トツはいつでも受けてる。はい、もったいないさん、こんばんは。釈迦はね、今カーテンかけてるからこっち側見えないようにしてる。
大阪の人ってたこ焼きパーティーって本当にやるの？まあ普通になったかな。なんかあんまり最近なんか嫌なことばっかり目がつくようになってるから気をつけないとなとは思ってるけど、まあしょうがないよね。マインドが変わってるわけだから、目指すところが変わったら見えるもんが変わるよ。それはしょうがないよ。見えるもんがだいぶ変わったと思うよ。なんて言えばいいんだろう。だから普段気づかないことに気づくようになったっていうか。小やよさんいらっしゃい。なんか失礼しました。よくわかんないですけど。ああ、そうだったの？全然全然。気にしないでください。まったり楽しくいきましょう。この前のアイコとの放送面白かった。アイコちゃんなんか全然ふわっちやらなくなっちゃったよね。引退したのかな？なんかあったのかな？いや別に普通にしてるだけですよ。おだててるわけじゃなくて、女性と絡む時あんな感じですよ僕は。何にも意識してない。
普通に愛子さんと楽しくお話してるだけで。何にも変わんないよ。あ、今日配信やってたの？あいこちゃん。あ、よかったよかった。ふわっち？キャス？まあ、ふわっちだろうね、多分。今日一体何月何日何曜日なんだ？今日は月曜日か？僕の近所に独り言言いながら怒りながら歩いてるババアが愛子に言ってた。ご病気をご病気を患ってる方をね、いじったらダメですよ。配信者なんかね、もうみんなご病気患ってらっしゃるんで、僕を含めて、はい、病人ですから。基本的に世間に出てはいけない人だからね。隔離しておかないといけない人だから、うん、そうね、そうそうそう、何をどう感じるかは人次第だから。近所の独り言言いながら徘徊するババア香ばしいね。アイコ踊ってるのか、うまくて、うまくて、ロビさんこんばんは。歯科矯正しようかな。歯科矯正ってさ、いくらぐらいでできんだろう。俺歯直したいんだよね。旅再開、いや迷ってんだよね。どうしよう。なんで旅見たいの。さんまにディスられた時は聞きゃしないけど、正直言ったら聞きはしない。
ただね、この前ブロックされて放送見れなくなっちゃったのはマジでへこんでる。さんまにこんなコメント打ったんだよ。さんまにコメント打ったの。おはようございます、許してください。あワード許してやるよと思ったら大間違いだお前よ、バカお前 NG だこの野郎、おい俺が許すと思ってるから引っかかったなこの野郎つってブロック入れられた。残念だった、マジでへこんだ。さんまにブロック入れられてから俺のメンタルおかしくなったかんね、挨拶しただけなんだよ。さんまおはようってコメント打った。おいワード、俺よ八方美人綺麗なんだよ。あ、ブロックはよ入れねえけどよ。おいおめえもうコメントすんな。俺の放送見んじゃねえよ。よくわかんないよ。おやよさん、あはいはい、また来てね。すげえへこんだ。俺ちゃんまんの放送楽しみだからね、見るもんなくなっちゃった、もっとアホっぽいところ。だからね、違うんだよ。作り物のアホはダメなんだよ。アホばっかりなんだよ、みんな。で、ほら、にじみ出る品性、佇むインテリジェンス、ほとばしる教養、隠せないの。普通にやってるだけよ。普通にやってるだけ。アホっぽいところ見せろって言われても、アホがないんだもん、俺の中に。普通にやってるだけだ。だって俺がボケたらわざとらしいって言われるの。どうしろっつうんだよ。やりたいようにやるよ。やりたいようにやろう。何今ティスの標的俺なの、いや口呼吸なんだよ俺基本的には、慢性鼻炎で鼻詰まり野郎だから、特に今日風邪ひいてて鼻が全然通らない。ね、多分ね違うんだよね、香川さんと店コラボするのがちゃんまんにバレたんだよね。でご機嫌斜めなんだよ。明らかにそれしか理由ないんだよね。お前よ、香川とお前絡んでろ、この野郎、つって。なんだ、もうさ、子供じゃないんだからさ。子供じゃないんだからさ、俺がね、いいじゃん、別に香川さんの店。なんでそんな、ちゃんまんって店閉めたの？噂によると店なくなったって本当なの？ちゃんまんの中では香川とコラボするやつなんで全員敵っていう理論なんだよ。めちゃくちゃだよ本当に。別に俺ちゃんまんのことディスったりしてないじゃん。勘弁してほしいよな、本当に。よいしょ。魚の餌買わねえとな。あ、そうなんだ。
あ、9万円なんだ。結構するね。まあ、大阪の一等地だもんな、あそこ。あそこが一番飲み屋街で栄えてるところでしょ？よく9万円も垂れ流して払えるよな。すげえよな。大衆酒場ウーナ。大阪で9万って多分こっちで言う16万ぐらいだと思うよ。20万とか。大阪、土地安いから、異常に。だから9万円って相当いい店だよ。店は狭いけど、しっかりした立地のところ。あそこいいところだったよ。もう商店街のど真ん中っていうか、飲み屋街のど真ん中だったから、アクセスも良かったし。あ、たぬきちさんいらっしゃい。面白かったね。トムの枠、俺も見てた。たぬきちさんコメント書いてたね。あのトムの枠反則だろ。ずるいよ、あんなの。おい、花イケメン、こんばんは。いやー、笑うわ。知らない。なんか気に障ることがあったんじゃないの？気に障ることがあったらコメントを読みたくないなと思ったらブロックするし、ただそれだけだけど、一個一個覚えてない。読みたくないコメントはブロックします。もしブロックされたくない人はフォローをして予防策を張っておいてください。ねえ、まったりが一番面白いよね。聞いただけでも読み、聞いた、さ、雷さんさ、質問をしてもさ、嫌なやつとは付き合いたくないって普通に思わない？職場でもいない？こいつうぜえなっていうやつ。話したくねえなっていう人いるでしょ。それと一緒だよ。何やっても嫌われる人は嫌われんだよ。あなたが、雷さんが、俺は何々しただけなのにじゃなくて、相手の気持ちに立たないとダメよ。嫌われたら終わりなんだよ。言い方が悪かったんでしょ。配信者は別にリスナーさん選べるんだから。俺はそう思ってるけど。
リスナーさんだって配信者選べるんだから、うん、そうそう気分だよ、うん、あ、言っとくけど、あと他枠でも俺ブロック入れるからね他枠で、あ、こいつうぜえと思ったらブロック入れるから、あの普通に例えば誰かの枠見てるじゃん、でその時にコメント欄に和道がどうのこうのと書いてあると邪魔だと思って俺弾くの、うん、めんどくさいから。だから俺のところでコメしてなくて他のところで俺の悪口言ってて、たまたま俺がそれ見てた可能性はあるよ。俺の放送を見てる時にブロック入れられたんなら確実にそのコメントが原因だけど、他枠で悪口言ってたんじゃないの、和道あいつどうのこうのつって。俺そういうの全部ブロック入れるもん、コメ欄がめんどくさい、読みたくないから。あ、陰口言ってたんだよ。それよくあるあるパターンだから。陰口嫌いだから。言いたいこと本人に直接言えばっていう感じだから。俺いちいちブロック入れるの感情で入れてるから覚えてない、正直言うと、うん、嫌いと思ったら入れるから気分だよ気分、うん、はいお前いらないと思ったらすぐ入れる。俺の気分考えてやってないですね。コメント止まってるね、うん、はい、ウニちゃんマンさんいらっしゃい。寝てばっかりだな最近。あ、24時間やってるパチンコ屋作ってくんねえかな誰か。なんでパチンコ屋って24時間ダメなんだろう。アップルパイさん、フンボルトペンギンありがとうございます。こんばんは。カメラの位置かな、今日若く見える。どうなんだろうね、リスナーも配信者も気分だもんな。さっき言ってたのも一理ある。うん、なんかさ、
なんだろう、気分でシンプルで良くないって。で、なんか変に突っぱねてるわけじゃなくて、なんかたまに文句言う人いるんだよ。で、文句言う人ほど金払わないんだよ。アイテム別に投げないので、俺からするとなんだけど、俺仕事でこれをやってるわけだから、別に金払わないで見てくれて全然 OK だよ。それも応援だから。ただ文句言われる筋合いはないじゃん。あなたにとっていかにつまらなくてもさ、いかに面白くなくても、別にあなたが勝手に俺の枠を覗きに来て、あなたが文句言うっていうのは別にブロック入れるっしょ、見る必要なくねって思うのは普通な感覚だと思うんだけど。サクったらおはよう。そう、見なきゃいいだけだから。で、弾くっつうかさ、うん、なんか俺店やってた頃から思うんだけど、客選べるんだよ。で、それ別に違法でも何でもないの、うん、お客さん選ぶのは店全然できると思ってて。なんかお客様は 神様ですって言うけどさ、まず金も払わないのは客でも何でもないし、うん、応援する気がないんだったら別にいらないよって言ってる。高谷はどつ、うん、見なきゃいいだけじゃん。つまらないっつうのは、つまらないっていろいろあって、例えばさ、あの情熱大陸って子供が見てもわかんないじゃん。何が面白いのって感じじゃん。それよりアンパンマン見せてよって、アンパンマン見せてってなるじゃん。でも大人になったら情熱大陸面白いじゃん。だから番組が面白いかどうかも重要なんだけど、なんていうのかな、お客さんの見る側によって面白さって変わるんだよ。別になんかお笑い番組だけが面白いとは俺は思わないのね。うん、情熱大陸面白いじゃんね。だけど子供に見せても面白くないって言うじゃん。大村さんいらっしゃい、初コメありがとう。小太郎さん、スロット勝ってますか、またどんな台。ね、5万円負けて所持金ゼロになっちゃったの。5万円負けて、でこの3日間で5万勝ってるね。仕事人で5万、あ、3万買って、で、次の日、高架機動隊で1万5000円買って、また1万5000円買ったのかな？うん。取り返したかな。そう、年齢と経験によって面白さって変わるから。あ、台湾にあるんだ。うん、あーあーってどうしたの？のりこ。あーあーって何？ありがとう。ロビさん、パフェありがとう。何？ああって。なんかね、アラジンっていう店がすげえ出してて、新宿で一番出してるっぽいんだよね、スロットは。いつも満席なの。すげえでかい店なんだけど。で、島回ったらすげえ出てるんだよ。本当にみんな箱積んでるんだよ。あ、この店、確かにネットで評判良かったなとか、思ってて初めて行ったんだけど、そこでスロット打ったら負けなくなったかな。うん。ダメな店行ってたから。家から近いっていうだけで。まあ、10日じゃないんだけどさ。まあ、そこは、まあ、スロット打ち甲斐があるの。クラシックが好きな人もいれば、ロックが好きな人もいる。ボカロ好きな人がわざわざ演歌聴いてディスる。そう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 。でさ、少なく見積もっても200人が集まってるっていうところがさ、まず面白くないわけがないんだよ。冷静に考えて。でしょ？配信やってて200人集めるってさ、まあそこそこですよ。マキルーワダツでしょ？冷静に考えてさ、どっからどう考えても面白くないわけがないんだよ。ギャンブルって脳にいいです。負けたら辛い。脳にいいとは思わないかな。ただ猿のオナニーだと思ってるね。暇つぶし、うん、うん。まあ好き嫌いあるからね、うん。そうそう。だから、まあ、ね、君が、ね、面白いか面白くないかって感じるのは、果たして俺のせいなのかなとは思うけど。うん、
で、もし仮につまらないとしたら他行きなさいって話でしょ、うん、他に配信者腐るほどいるんだから、そう思わない、他行けよって、うん、他に腐るほどいるぜって、可愛い子もいれば美人な子もいればイケメンもいればイケボもいればゲーム配信者もいれば、クモンリュウと会ってどうするしたか、異常にシャイだったかな、まともに会話できないかったから、クモンリュウとなんか何もないけど、うん、クモンリュウと話してないからどんな人なのか分かんない、シャイだなって感じ、うん、なんか日本人ってさ、好きなことを好きって言うとかっこ悪いみたいな風潮あるじゃん、それは嫌だかな、好きなもんは好きって言っていいと思うんだけど、私は好き、うん、で嫌いなもんは嫌い、鉄間さんはどつ、あんまりなんかクモンリュウと会ってみたけど印象はなかったね、特にまあかっこいいなっていう、イケメンだなって、あ女の子にモテそうだなみたいな、ですごいシャイだなみたいな、そんな感じだった、特になんか会ってどうっていうのはなかった、クモンリュウは別に嫌いじゃないけど、あそこのリスナーあんま好きじゃない、うん、まあ年齢が離れすぎてるからね、ミュールおやすみ、海外に住んでたことはないですね僕は、嫌いは言うな、いやクモンリュウのリスナー嫌いだね、24歳じゃなかったかな、え、なんで嫌いなこと嫌いって言っちゃいけない、普通に気分悪かったけど俺、はい、こんばんは。クモンリュウのリスナーっていうより、あいつの枠を利用した卑怯な和道叩きって感じじゃなかった。いや、そうじゃなくて、なんか俺、クモンリュウに会いたいって言って呼ばれたの。電話かかってきて、スロット打ち終わって、もう寝ようかなと思って、で、飯食って寝ようとしてたところに、クモンリュウに、いや、明日帰るから和道会ってくんねって言われて、あ、いいよいいよ、つって。で、シャワー浴びさせてって言って、シャワーまで浴びて、家帰ってきて、新宿にいたの。で、家帰ってくるじゃん、電車乗って。で、電車、帰りに電話かかってきたから、風呂入って、で、風呂入って、行くじゃん。で、そしたら、和道を映すなとか、和道は探しとか、和道を関わんなって言われて、で、え？とか思って、俺、別に、話す、ね、俺、呼ばれてきた、側なのに、なんで俺こんな売名とか言われないといけないんだろうと思って、まあ、帰るよねそりゃ、合わないって感じがしたね、別にクモンリュウとどうこうはないけど、うんうん、リスナーが求めてないコラボはするべきじゃないっていう、まあ、絡んでほしくなかったんだろうね、うん、西野くん居酒屋最高だったよ、つーさん楽しかったよ。ゆきのさんお帰り。ひろしさんはこっち。まあ、質が良くないだろうな。うん、いや、なんでかは知らないけど、人を呼ぶ、
人を呼んでさ、主が人を呼んで会いたいっつってるのにさ、絡むなとか、要はラジコンにしたいんでしょ、クモン流のこと。そんな感じがした、うん、あ、そうなの、女の子が多いの。あ、まあモテそうだもんな。まあ女の子多そうだよね。まあとにかく俺は気分悪かったよ、正直。だから配信会で会うべきだったね。会うんだ、まあ配信会だったら会わないか、用ないよ、うん、まあとにかく会うべきじゃなかったと思ってるよ。速攻帰った。なんかそのお互いのリスナーが喜ぶコラボじゃないと意味ないからさ。クモン流行く時点で機嫌悪かった。何クモン流行く時点でって、クモン流が俺のこと呼んだんだよ、どういうこと。なんでクモン流が機嫌悪くなるの。クモン流が会いたいっつって来たんだよ、俺が会いに行ったんだよ。なんでクモン流が機嫌悪くなるの、おかしいでしょ。あ、そうなんだ。アドの機嫌が悪そうだった。いや別に機嫌悪くないよ、俺散歩配信やってたじゃん普通に。機嫌は悪くないよ別に、会うまでは、うん、会ってから機嫌、コメント欄見て機嫌悪くなったんだよ、うん、アキラッパはだいぶ気使ってたけどね俺に、うん、空気変えなきゃってすごい気の使える子だった。まあでもね、配信始めたばっかりの子だからちょっと配信コラボするには早すぎたよな、無理があったよな、うん、あ、荒野は自然に消えるっていうかもう消えかけてるよね。コメント欄は他人の放送見えるようになってるの。うん、あの俺の方にカメラが向いてスマホだからさ、必然的にカメラの方をチラッと見るとコメント見えちゃうんだよ。だから最後もうそっち側カメラ向けてっつったの、見たくないから、うん、いやめちゃめちゃ言うよゆきのさん俺の悪口半端じゃなく言うよ言うよ、うん、めちゃめちゃ言うよ、うん、アンチに対する、あのね、アンチに対する体制じゃなくてアンチと構ってても何にも利益がないっていうのをふわっちで分かったの。あの昔はニコ生とほら閲覧が上がらないとさ、コメント数が上がらないと上の方に行けない仕組みだから、要はアンチ文化だったの。だけどふわっちに来て気づいたの、あれって、こいつらフォローもしてなければ、俺のことフォローしてなければアイテムも投げないし、ただ悪口言ってるだけじゃんっていうことに気がついちゃったの。だから大切にする必要性が全くないっていうのに気がついて、あ、だったら普通に話ができる人と会話してればいいやと思って、速攻ブロック入れるようになったの。で、何が起こったかっていうと、枠が荒れない。邪魔にならない。イライラしない。だから体制がなくなったんじゃなくて、ゴミだなっていうことに気がついたの。いらねえじゃんこいつらっていう。
だから何にも困ってないどころか収入上がっていく一方でしょ。まあ結果オーライだったよね。数合わせありがとう。その通りでしょ。でしょ、うん、だからニコ生見てればいいんじゃん。そういう文化が面白いと思う人は。俺ニコ生の生主じゃないから、普通に応援してくれる人をね、大切にすればいいと思ってるから、うん、儲かってるならな。俺がいくら稼いでるのか知ってる？バニーさん。いや、荒野がダメっていうか、俺は客層被ってないから、荒野と。だって、和道面白い、荒野面白いってならないもん。絶対に。和道面白いんだよねって言ってる時に、オフ会で、荒野くんも面白いよねって、俺のオフ会で言ってごらん。多分ね、ドン引きされるよ。和道オフ会で、まあ、20人ぐらい集まってて、いや、和道面白いよねって話してる時に、荒野も面白くないってなったら、え、大丈夫ってなると思うよ。全然面白くないでしょ。うん、あれはなんつうんだろう。キッズ向けっていうか、うん、全く別だから、放送スタイルが。荒野はだから言ったじゃん。昔から言ってるじゃん。金梅さんとヒカルくんがとか、やっちょが可愛がってるから、なんだよ。だからピンの放送で人集めたことなんか一回もないじゃん。うん、だからさ、例えばさ、神回を連想してもらいたいんだけど、みんな神回を書いて、うなちゃんまんって言ったら何の回が出てくる？神回。うなちゃんまん書いてください、皆さん。うなちゃんまんで連想する神回書いてください。うなちゃんまん。書いてって、どんどん。どんどんパッて書いて、パッて。いっぱい出てくるはずなんだよ。じゃあ今度は、金梅さんの神回。バール事件ね。ユイガ VS ウナ、カニ踊り。出てくるでしょ？じゃあ今度、金梅さんは鶴の神とかね。今度、金梅さんの神回書いて。うん、あ、D プラスね。あ、懐かしいね。オーナーね。あ、懐かしい、懐かしい。出てくるでしょ？ 5 万と出てくるんだよ。じゃあ次、金梅さん。で、横山みどり。で、和道。多分、神回出てくるの。ストッキングとかさ。出てくるでしょ？で、じゃあ、荒野って言われた時に多分出てこないんだよ。これが実力差なの。これが配信界の今トレンドはトレンドだと思うの。人気はあると思うの。だけど何もやってないってことなんだよ、この数ヶ月間。何もやってないんだよ。うん、出てくるでしょ？これ、要は神回を持ってないっていうことは配信で何も記憶に残されてないんだよ。でしょ？そう、印象残してないってことは何もやってない。要は金魚の糞なんだよ。要は配信者じゃないじゃん、それ。ひな壇芸人でしょ。うん。多分俺ですらいっぱい出てくると思うよ。
和道の有名な記憶に残ってる回っつって。うん。ね、朝一がまあルーキーでしょ、ただの彼が何かやったっていう評価は俺はしてないけど、だから荒野は面白いと思ったことないかな俺は、うん、なあ、ロハコとキスとかね、うん、あとね、裸であのスライディングとかさ、雪を裸でスライディングとかさ、裸エプロンで、あの、デニーズで食事とかいっぱいあるぞ。うん。多分出てくると思うよ。うん。いや、全然全然、触れられたくないわけじゃないよ。全然。あ、じゃあ2分間音楽流すんで、あのチップください。音楽流します。はい、マキルさん、岩飛びペンギン、ありがとう、ありがとうございます。メリンコお帰り、ハートプレゼントありがとう。ありがとうございます。でもさ、鉄馬さ、それでもさ、捨て頃とかあるじゃん。ふわっちってからでも。それでも捨て頃はあると思うよ。ウサギの肉とかね。ウサギさん風船ありがとう。ロビさんパフェありがとう。夏いいよね。はい、ワカツ。この曲はね、和道の世界に1個しかない曲ですね。ハートありがとう。ロビさん風船10個ありがとう。新アナゴ10個ありがとう。ありがとうございます。あー、ニアさんさ、ニアさん、いい？まだいる？ニアさん、例えばさ、矢沢永吉にインタビューすると、矢沢永吉にインタビューするときに、矢沢です、どうも、記者さんよろしくって言ってるときに、あ、最初の質問です、矢沢さん、長渕剛さんの新作について感想ありますか？ないね、帰ってって言うでしょ。矢沢さん質問です、徳永秀明の歌い方について何か感想は？全然わからないよってなるでしょ。もっと矢沢のこと聞いてってなるでしょ。うん、わかる？ニアさん、俺そんな感じ。あ、お店の酒全部飲まれる事件。ギターはね、レクチ君だよ、うん、俺は今そういう感覚かな、うん、和道のこと聞こう、もっと矢沢を目の前にして矢沢以外に質問したらダメだから、うん、マルチーズお疲れ、うん、いや、そういうことでしょ、やってるの。知らないよって、人のニューアルバムとか知らないよっていう、うん、そう、スーパースターを目の前にして他の人の話とか失礼だから。
まあつまんねえことやるようになったよな、うん、俺の価値に気づかないってことは俺の問題じゃないから。例えばさ、何にもパッパラパーなやつがさ、街歩いててさ、すげえやつに出会っても見えないんだよ、眩しすぎて。でしょ、どこどこってなっちゃうの。え、誰って、友達に、おい誰々さんがいるよっつっても、え、どこ、全然わかんねえわ俺、そんなことよりもさ、風俗行こうぜっつって、だろそう、バカに何言ってもわかんない。俺が見えないやつもいるの、うん、あー、もう全然意味わかってないね、この人は。この人は全然意味わかってないね。うつ大丈夫だよ、もんちゃん。そう。でもそろそろ引っ越ししないとな、マジで。いや、でも日本全国で俺の噂はどっかしらされてるぐらいの知名度だと思うよ。一日何回かさ、和道っていう名前はどっかで出てるだろうね、日本中。うん、それは感じる。うん、あ、今俺の噂してんだろうな、そういう風にはなってきたと思うよ。エリンちゃん、こんばんは。こんばんは。まあ有名人の苦悩は有名になってからじゃないと分かんねえわな。おお、チャック、おかえり。模様替えはしてないよ。模様替えはしてない。一人いるよ。ここにいる。あれ、いない。お前お風呂にいたの？お風呂入ってたの？お風呂入ってたわ丸メガネ変えたんだよね、最近パンクファッションやってるから、パンクっぽい感じにしたいと思って、サングラスっぽいメガネに変えた。服に合わせてメガネも変えた感じだね。風船3個ありがとう、ドラゴンさん。
風呂で寝るんだよね。アホだから。風呂で寝る鳥とかダメでしょ。どんだけぐうだらなんだよな。このままだと水鳥に進化しよう。定期的に解除するよ。月末になったら決められた日に1ヶ月1回ブロック解放デーがある。別に入れてもらいたかったらまた入れるけど、入れてもらいたい？なんでブロック表示されてるんだ、うん、すぐ入れてあげるから。入れてほしい人は安心してください。いつでも入れてあげますよ。優しくブロック入れてあげるんで。お任せするの。じゃあちょっと。2階のトイレの音する。今のところ邪魔じゃないから入れないわ。かなと思ってて、東京から出るのもそうだし、引っ越しも一ついいですよ。はい、どうぞ。珍しい、なんかあった？珍しいね。かけてきな。え、なんだろう。なんか嫌な予感すんな。なんかすげえ嫌な予感すんだけど、なんだろう。もしもし。もしもし。あのさ、なんかさ、のんちゃんもさ、配信とかしたくなってきたんだけどさ。え？のんちゃん配え？のんちゃん配信者になるの？いや、なんかみんな解放とかやってるしさ、おう、なんかのんちゃんもさできるかなと思ってさ。おお、いやいあ、おお、そう。え、何、どんな配信やるの？カラオケ屋さんでカラオケ歌いたいの。カラオケ屋さんでカラオケ歌う配信やりたいの？そう。おお、おお、いや、全然応援。いや、ただね、ちょっと嫌な予感すんのが、
のんちゃん、俺のリスナーごっそり持ってきそうな気がするから、ちょっと、俺はそこは懸念はしてるけどね、食われるんじゃねえかっていう。食われない。だっ て、お違うの。のんちゃんね、う。聖子ちゃんが好きなの。お。知ってるよ。だから、聖子ちゃんのしか歌えないから、そうだよね。だから、俺に35歳だって嘘ついた時、頑張って嘘っぽい歌歌ってたもんね。そう。若い、何歌ってたっけ？頑張って。でも、頑張ってっていうか、でも、ほら、あれじゃん。年齢的に全部の世代を知ってるから、別に頑張らなくても、グローブとかも、カートルモミとか、安室ちゃんとかも歌えるし、ねえ。あんまりしっくそりこない歌歌ってたもんね。グローブとう。か、そう、カしっハラ、くちょっり、そう、ちょっと来ないけど、歌い慣れてなかっでたもんね。も、そう。で、聖子ちゃんの曲とかの、アルバムの曲とか、なんかマイナーな曲とかをね、歌いたいの。いいと思うよ。そう。全ちょっと今、犬が吠えてた。然。何？犬がどこね。で配信するの？普通のカラオケ屋さんで。違う、配信サイト。配信サイトは、今だって、ふわっちぐらいしか知らないから、いや、ツイキャスとかニコ生とかあるな。ふわっち。なんかでも、もうツイキャスとか人がいっぱいすぎて、なんか誰も知らないから、知ってる人いないから、こんなそうだし、ニコ生は一応コミュニティはあるんだけど、もうあと1回で A 版になっちゃうの。そうなんだ。そう。いいんじゃないの？のんちゃん。顔出し配信かどうかだけ聞きたい。顔出しじゃなかったら正直おすすめはしない。顔出しなんだけど、ちょっと髪型を、聖子ちゃんカットにしたいんだけど。髪型を聖子ちゃんカットにして、聖子ちゃんのカラオケを歌う配信？そお前それ客観的に見て面白いと思ってんの？それ。やっぱり、なりきらないと、やっぱ自分も入り込めないから。それ今からやろうよ。カラオケ屋さん、今家来いよ。だって髪型はさ、そのまんまじゃないからさ、いやっぱや、だ聖か子ら、ちゃんになりきらないと、まずそういうやっことぱ言う、入り込まない。いや、もうそういう準備とかがもうダメなんだよ。善は急げなんだよ。この世界のことよく知ってるだろう。そんな未来どうこうするとか言ってるやつは未来ないんだよ。今だよ。やるなら。今から？いや、じゃあ今からさ、カラオケ屋さんに行くの？行くの。行くの？やだ。もう寝ようかと思ってた。もう寝ようかと思ってたの？そう。別に、あれだよ。のんちゃんが別に、配信者やるんなら別に応援するし、まあ、ある意味、和同旅団全員 のんちゃんの枠行くだろうね。じゃあ、リスセイナー、コちゃんカットになっても大丈夫かな？聖子ちゃんカットは俺、正直もう、クソダサいと思ってるから、正直、どうでもいいっつうか、俺は魅力的に感じないけど。じゃあウィッグにした方がいい。いや、知らないけど、好きにすればいいと思ってるけど。いや、まあ別に配信やるんなら全然応援するけど、ただ俺よりアクティブ稼いだら俺かなりお前に冷たくするけどね。そんな行くわけないじゃん。だってさ、聖子ちゃんのさ、ファンの人しか来ないんだから。おい、のりこはよ、ダメだよ。ダメ、全然似てねえ。おい、誰が見てんだよ、お前カラオケの枠とかよ。壮どうせ絶。カラオケってさ、そう、かそるのさ、知ってるからさ。そうそう。いいんじゃん？でか、なんでさ、髪、俺のリスナーは全員、俺に何かをやるとき、俺に許可を取ろうとするじゃあ髪型を、だから、その、聖子ちゃんカットでもいいかな、と。いや、俺は聖子ちゃんカット嫌いだけど、正直言うと。あ、だね。いや、ダメに決まってんじゃん、あんなクソ気持ち悪い、あんな髪型。じ別ゃあ、に好きにすればいい髪じゃん。の毛は一歩譲ります。譲っ自分て。の人生なんだから好きに生きればいいじゃん。じゃあ今度からちょっとやってきます。いや、もう、分かったわ。
何？パソコン配信の？携帯配信の？携帯で。機材は持ってんの？バッテリーとかさ、カメラとか。ある。広角レンズもあんの？いや、まあじゃあ、やるとき教えて。一枠目は。わかった。はいよ。まあ、はーい。お疲れ様です。お疲れ。まさかののんちゃん配信者デビュー。なんかやだな。なんか変に人気が出てきたりしたらやだな。なんか変に人気が出たらやだない？アイテム飛びまくったりとかしたら。すげえやだな。まあ、しょうがないよ。俺のポケモン、一番強いポケモンがなんか活動的になったの。なんか解放とか言ってたから、解放をライバル視してるんだろうね、多分、のんちゃんは。まあ、いいよ。好きにやれよ。コアなリスナーつきそうだよね。結構、のんちゃん人気あるかんな。いや、いじられて面白い人、要はリスナーのままだった方がいい人とか、いじられキャラって、ロハコさんがまさにそうなんだけど、みどりさんがロハコさんいじるとくっそ面白いんだよ。でしょ？だけど、ロハコさんピンの雑談力はないじゃん。ここわかる。だから、いじられキャラっていうのを認識しないといけないんだよ。釈迦もお風呂ばっかり入ってんな。大丈夫？よっしゃ。またお風呂来たね。でも、のんちゃんはぶっちゃけた話、いじられキャラよりもピンの閲覧力もあると思うよ。雑談できないわけじゃないから。こうや愛子さんに限ってはもう完全ないじられキャラだから、相方がいないと成立しないんだよ。だからコンビで配信やる、ケミーキラースタイルみたいなのもっと増えてもいいかなと思うんだけどね。ケミーキラースタイル。ポンちゃん、度胸座ってるところじゃないでしょう。ケミーキラー。あれはでも、ね、ケミキラーはいいコンビだったと思うよ。コンビで配信やるっていう。ノリコ&解放でいこうよ。ノリコ&解放。いつも喧嘩してんの。なんだとこの野郎とか言って。のんちゃんのことバカにしてるだろうとか言って。海 宝とのんちゃんの殴り合い。めっちゃ笑うわ。俺それ、レギュラーで見るわ。レギュラーで見るよ。バッチバチの殴り合い。松田聖子の歌なんて誰が見るんだよな。まあ、興味はあるけど、受けるかどうかは分かんないよね。雑談やればいいのに。雑談の方が多分人気出ると思うよ、のんちゃんは。だからそこ、なんかね、配信者とリスナーの差って、そこなんだよ。やりたい配信とね、受ける配信がずれてるんだよ。売れないやつって。明らかに雑談やった方が絶対面白いのに、聖子ちゃんの配信やりたいってさ、誰も求めてないじゃん。まあでもそれちょっと面白そうだけどな、のんちゃんの。なんか、キラキラのフリフリのドレスとか着てさ。聖子ちゃん全力で踊ってたら爆笑するけど。まあ、カラオケ配信で面白いの、俺、浅井さんっていうポケモンいるから、浅井ポケモンには勝てないよ、カラオケでは。浅井さんのカラオケは最強だからね。
金梅さんが注目したぐらいだからね。金梅さんと愛子さんの喧嘩を止めるぐらいだからね。ピタッと。ドレさん、なんでユニクロのワイシャツ着てんだろう。ドレさん、ドレさんが着てるワイシャツ、ユニクロのワイシャツなんだけど。あ、これユニクロだよな。なんでドレさん、ユニクロのワイシャツ着てんだろう。まあ、いっか。ユニクロでかいやつあるよ。ユニクロは外人サイズが結構ある。あー、何食おうかな今から。何食おうかな。あやも配信やろ。あやものんちゃん松田聖子で、あやは中森明菜で対抗しよう。やっぱ対抗勢力があった方が面白いから、のんちゃんとあやで、バッチバチの、ババア、メンヘラババアの歌対決ずっとやろう。あやもやろう。あやも。かぶせよ。いや、だから、のんちゃんとセットだったら面白いでしょ。のんちゃんが枠開くたんびに、聖子ちゃん歌うたんびに、裏で中森明菜をずっと歌うっていう。それは見応えあるでしょ。で、解放がユーミン歌う。うん、それ面白いでしょ。三つどもえ。めちゃめちゃ面白いでしょ。なんか被せてくんの。のんちゃんが聖子ちゃんやるたびに、裏で中森明菜と松任谷由実が出てくる。めちゃめちゃ面白い。シュールでしょ。で、その三人の配信を定点カメラで俺が解説するっつって、うん。そういうのいいよね。それ企画でやりたいよね。そういうバカっぽいのが好き。面白くない。いや、面白くないと思ってる人ほど面白かったり好きだな、意外と。で、解放の松任谷由実が独り立ちしてきたら、今度、中島みゆきの女配信者作ってぶつけるっていう。ワードリスナーカラオケばっかりやってんな、こいつら。なんか飯食いてえな。ああ、AJT さんいらっしゃい。どうも。ダイエットしてるからところてん食べました。ツイッターに書けよ。コメントで書くことじゃねえよ。お前も落ちぶれたな、本当に。おめえのブログじゃねえんだよ、コメント欄は。
一つ質問していい？いいよ。何でもいいよ。その報告いらねえって、お前解放かよ。どうぞ質問。日記にしてやる。三流コメントで、三流コメント。ちょっと待って、ドレさんどうなった？ドレさんどうなった？ドレさん、ドレさん振られた？ドレさんどうなった？名前、ボンちゃんがワドちゃんにブロックされた理由を知りたいって。いやもうしつこいんだよ。あやか知らないかもしれないけど、あれからもうずっとかかってきてた。ドレさん振られた？どう？みんな状況教えて。台本がひどかった。じゃあ、しょうがないから添えてやるか。よし。なーに？これ、ここはこうと。しまってない。何から伝え？レーバー、やめよう。コード分かんなかったわ。ダメだ。あ、ビンタ。やめとこう。キーが分かんなかった。ごめん。台本にしては上出来。他の配信者の質問、理由はめんどくさくなったでいいかな。いや、ブロック解除してるけど、俺。今日。1ヶ月に1回ブロック解除してるもん。くだらなくて笑えた。何食おっかな、飯。なんかご飯食いて。ご飯食べたいな。5万円の台本いいんじゃない？閲覧1000超えたら5万円だから、成功報酬。さ、リスナーからこじった金をさ、5万円毎回払ってもう2回目でしょ。もうこれ妻には10万儲かってんだよ。妻には10万儲かってんだよ。これでいいの？これで。リスナーはこれでいいの？いや、あるよ、力飯。事業規模縮小した、うまくいかなくて。で、この前食ったけどまずい。昔の方がうまかったね。もうダメ。力飯はもう終わった。焼き牛丼ね。松屋でカルビ焼肉定食食った方が全然うまいよ。腹減ったなぁ。甘い、いや、甘い、っていうか東京の味付けは基本的に甘いかもしんないね。東京自体が甘いのよ、味付けが。なんか暇だな、なんか遊び行きたいな。なんか配信者、若手配信者、過疎配信者みんな集合させてブレイブメンロードやりたいんだけど。
ブレイムレメンロード。その企画やっていい？俺。アメリカ人と達彦と解放とかなんか20人ぐらい集めて、あの都庁前に鉄骨引いて、で俺がずっとあの利根川の役やる。それ絶対面白いよね。ブレイブのうわーってみんな言いながら風がーって、それやりたいね。定点カメラでこう映しながら甘いとか言って、その風は心の迷いだとか言って、恐れ恐怖、今までお前らは本気で生きたことがないとか言って通報食らうだろうね。通報食らうから、じゃあ絶対落ちても死なないさ、なんか高さ50センチぐらいのやつでやればいいじゃん。で下から撮ればなんとかなるからすっごい下から撮るの、もうあからか高層ビルっぽくカメラの角度調整して、ね、公園に白線引いてね、あーとか言って、誰が渡るんだろうね。あれでしょ、靴にマーカー引いちゃうんでしょあの靴のマーカーのくだり俺大好きなんだよ。マッキーペンでさ、カイジって面白いよな。ブレイブメンロードが一番面白くない？鉄骨渡りが。カイジ面白いよね。うん、もうすぐ赤城が終わるんだっけ。赤城はなんかグッと来ないんだよな。あ、犬のうんこ敷き詰めてね。あ、それ面白いね。あ、キャスしてた、アロハコさん。帰り。アロハコさん、解放と友達になったの？なんか、解放と遊んでるんでしょ、最近。ありがとね、解放よくしてくれて。友達になったの？ねえ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 、面白いからさ、生主相関図作る。生主相関図。どう？生主相関図枠やろうよ。暇だから。あ、またいつか来るって。オッケーオッケー。これやろうか。ちょっと待って、今じゃあ準備するわ。生主相関図枠やります。じゃあ誰から行く？じゃあまず和道から行こうか。お前コメント欄荒らすなよ。バカ
とかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。